どうもボビー・アトレザーのボビーです。<laughs> えー、何日ぶりやろ <laughs> 元気していましたかね、えー、Facebook ライブね、えー、スタートしますね。えー、この、えー、配信はですね、えー、ボビー・アトレザーの大阪にあるアトリエからですね、えー、お届けしております。ね、えー、あの、今日はですね、えー、水曜日から。 ねえー、3月31日ですね年度末ですね、えーまあ、通常ではまあ年度末っていうんでねあ,のあれなんですけどもお聞くところによるとですね、えー、一粒万倍日とかね、えー、虎の日とか天赦日とかそういうなんていうんですかね、えー、一番なんかトリプルな。 最強の日なんですで例えばまあ、えー、まあ、僕でレーザークラフトやってるでしょでそしたらね、えー、新しく財布を下ろしたりとかね、えー、するには一番今日が多分一番いいじゃないですかねそれとか何か新しいものを始めたりとか ス,スタートさせるにはもう最高のまあ、今年の2021年はですねの中では最強の日なんだそうです。<laughs> まああのー、ボビア・トレーダーでもですね、えー、あのー、やっぱこう演技を担ぐ方とかもやっぱ多いわけですよ。ねいろいろこう 経営者の方であったりとか、えーね、板の上に上がる、ね、人前に、えー、で話したり演奏したりとか,なんか表現をされる方とか多いので,です、ね、なんかそういうふうなんで突、えー、とかねそういうのをやっぱり気にされる方も非常に多いんで,でも僕もその中の一人なんですけども、まあ、あやっぱりそういうのねやっぱこうついてる時に何でもしたいじゃないですかせっかく同じことするんやったらね。であのー なんてんていうですかね、えー、まあそれでですね <laughs>、まあ、今日ねこう31日に、えー、まず始めようかなと思ったこととかをまあ何かこうアクションを起こそうかなと思ってでまずね、えー、取り組んだのはですね、えー、今まあ,あのクラブハウスって、えー、今ほら音声の、ね、今こ,このスマホでね、えー、しゃもう単にしゃってるだけのやつなんですけども、まあ、あのいい会話がもうできる というか、まあそういうまあ音声 SNS っていうんですかね。まああの今 iPhone の方だけ <laughs> 限定らそうそうなんですけどね。でまあその分で、えー、クラブというのも、えー、部屋をまあ僕一つ作ってでまあちょっと今日おスタートさせてみようかなとお思います。で、えー、まあ今日のまあし十十九時五十五分まあだい八時ぐらいですね。からまあ一時間ほど おですね、もうこのライブ配信よりもよっぽどが長く1時間より長いけど、まあ、誰かとこうお話しできたりもお、ね、誰か来てくれたらまあ一緒にこうお話ししたりとか、まあ、その辺はもう臨機応変に、まあ、あの保,存が保存というかアーカイブが残るわけでもないしもうその場その場のおお何んですかね、えー同,じえー、同じ時間をですね、えー、共有するというかね、うん、それぞれの場所やけども。 うんまあ、そういう感じでなんかこう緩い感じでね、えー、もうギターでも抱えてですね別にそこで演奏するかどうかは別だよ、うん、でなんかちょっとイメージはねまあちょっとこう僕はあのバーのマスターはやったことないけど、うんまあ、バーの後ろの方でなんかあのこんなことややねあの若い頃はライブハウスのえー、ね、カウント <laughs> ねあのお手伝いしたりはしましたけどね。 えー、そういうふうな感じでゆる、えー、くねお酒、あのー、を片手にね、えー、なんかこう少しでもお話できたらなとも思うし、うん、まあ本当にアドリブで、えー、まだ白紙ですけど、まあ、そういうことを始めようかなと思うんですね。であとはですね、えー、今こうフェイスブックライブ配信でね今こ,うこれももう200回以上今日で203回ですかいろいろ会いたりしたけどもね。 でまあ、200回を終えた時点でですねいろいろ思うこともあってんやっぱこうなんていうんですか SNS か,から飛び出してですね YouTube ね YouTube の世界もねまああのアーカイブでこの映像とかまあ流しあのアップロードしたりとかあ,あとはまあ,あのスライドショーとかちょっとした、ね、Vlog とかは流したりはしてたんですけどもね。 えー、YouTube でライブは配信もね、えー、しようかなと思ってこんな感じでフォーマット作りましたよちょっと見てもらっていいですかじゃんこんな感じこれあの見た目はねあんま変わらないんだけどフェイスブックっていうか、まあ、YouTube にしてあとはまあまあまだテスト配信これからしようかなと思っててまあこれはもうクローズです。 かもしれませんし公開するよなるかもどうかわからないから今仮にねこうやって、えー、テスト配信いうタイトルにして、えー、まあナンバーナンバリングは000ですね、うん、まあそんな感じで、えーまあ、これはね、えーまあ、週に1回ぐらいのペースになるかはねあ,のあれですけどまだ、まあ、まだ白紙ですけどもなんとなくイメージしてるのはあそうだな、えー、水曜日 水曜日の21時ぐらい、大体、たいね、その前後ぐらいにしたいなと思ったりも、今、おぼろげに考えてます。そういう感じでね、9時、ね区やから6時か9時かで <laughs>、そんな感じで、まあ、そういう感じで、なんか、YouTube やったらこういう感じの見え方だと思いますわ。で、どんな感じになるかな、いう感じでね、ちょっと待ってね。 えー、あ、コメントありがとうございます。えー、坂本つゆこと申します。うん、友達が作るんですけど、あ友達のあ、はい。なんかね、こうめ、えー、そうですね。えー、でまあ YouTube はこんな感じで、まあ Facebook ではこういう感じで、まああのー、これもちょっとフォーマットを変えて。 少しずつねお話まあこどちらかというと SNS なのでこっちはまあ割と砕けた感じも砕けたっていうかまあそうですねあのまあ情報はもちろんお話しさせていただきますけども SNS 的な立ち位置というかこういう感じでそれはまあ,あのフェイスブック内でですね いうあのえー、お知らせをあの前もってやってでいう感じにしようかなとまあいつ日々のおこの業務っていうか業務,業務って言うんかな、うん、あの、まあ、この配信以外のね、えー、ブログを書いてありすると,とかあメインはもちろんレーザーのオーダー制作なので、えーね、そっちの方で没入したらねもう他のことは一切あの <laughs> 頭から飛んでしまうんで。 そんな感じでまあこの間もね、えー、あの何ですかスマホでね、えー、なんてあのインスタグラムのねインスタライブというのをね、えー、ちょっと試しにまあそれもおスマホ一つで始めてみましたあと本当はねやっぱこういう、えー、カメラ機材この音声ねこうやってリバーブもね聞くからね こういう感じでねせっかくこうそ揃えたんで本当やったらやっぱりパソコンからこういう風にやってみたいなと思うんですけどね配信は。でまあできるっぽいんで、まあ、それもちょっと、えー、ちょっと考えてみは見ようかなと思います。まあだけど基本的にはあ Facebook ライブと YouTube ライブはあここの場所から。 えー、この位置ほぼこの位置 <laughs> から配信してでインスタとかあとクラブハウスとかももうスマホ1個ですね、えー、本当にこうラフな感じでですね、まあ、こちらも正直ね話してる内容はほとんどラフな感じでねあの行き当たりばっちりでお、えー、話をさせてもらってますからねまあそんな感じでねあの今日ねスタートされる方ね、えー、なんかこううん なんかこう何ですか新しくなんかこうパッとねいろいろ思いついたこととかねまずやってみるとかさうんでなんか,なんかなんかばっかり言ってますけどえっとそのでトリプル,トリプルの,ねこのいい日がつながってるっていうかねラッキーでっていうか。 その物事ねあの例えば一流万倍日というのはざっくり言うたらあの物事をがあ数万倍に膨らむっていう感じかな、まあ、一つのいいことがあったらそれを,それをですね,、えー、こうねも,みもみのようにで稲と、ね、い,い,いうかなそうにこう広がるというねいいことが広がるというね悪いことしちゃあかんよ悪いことがいっぱい広がったら、ね、具合が悪いからね、うん、いいこと。 良きとすることでね、うん、それと天神社日っていうのはまあ大安の,の以上に、えー、なんか新しいことを始めるにいい日やっていうことらしいですねどうも。うん、で虎の日っていうのはねあのこうお金を使ったりするでしょそれがあのまたね、えー、金運を持って戻ってくるっていう非常に、えー、ねこの 世知辛いろいろねこの時代にラッキーなあーも時やなと思いますねまあ今日もおね銀行行ってボンと入れて入金してきてまあそれがまたボンと変えてくるとういうことを願いましたね思わず <laughs>。ねえそんな感じでえ今日はねそういう最強の開運日ということでね えそれで、ね、配信をさせてもらいました。で、えー、と今日実はですね、まあ、プライベートなこともね、えーえー、ちょっとお話ししようかな。えー、とですね、えーまあ、僕はまああの小豆島、ねしょえー、という,う,うところの、ね、出身なんですけども、えー、瀬戸内海の島ですよ。でまあ漆あ黒高松ね高松小豆島の草下部っていう。 ところがあって、まあ、もうほぼ地元ですね。日下部港から高松まで僕もこう例えば楽器を買いに行ったりレコードを1枚買いに行くもそうだし部活で、えー、なんか大会があるとかあいう時はね乗って行ったりコンサートとかね、えー、楽器を買いに行くとか、うん、プラモデルを買いに行くガ,ンプガンプラですよ。ガンプラを買いにね船乗って行くわけですよ、うん。あと自動車の教習所とかかな。<laughs> そんな感じで、えー、毎日乗ってた船がですね、えー、今日も3月31日をもってですね、えー、終わるんですけどねもう切ないですねそれと同時にですねその、えー、昨年の8月からですね、えー、今日まで、えー、僕がですね当時、えー、自宅でですね吹き込んだ音源がですね、えー、小豆島の地元で歌われてる曲なんですけどね、えーそこ ふるさとの歌をですね当時祖母のためにちょっと吹き込んだわけですよ録音してで、まあ、CD にして焼いてねで持って行ってでまあ,あのその時の音源がですねその船のね8月から今日まで小島高松間ですね船の往復でですね流れてたわけですね。 うん、それがなんかこういろんなことを感じますね始まりもあって終わりもあってだけどね、えー、そこからまた新たにね、えー、未来へ向けて、えー、みんなでね羽ばたいてもらいたいなと思いますえー、っとね今日ね、えー、友達がですねそうク,ラブ、えー、クラブハウスの写真はどっからあかこ,これや今日こんな感じでね、えー、しますね でこれね音声ちょっとまあ,あのちっちゃめに僕,僕の今この配信してるとこからあのこのモニターの音声をモニターできないんで,、えー、ですけども今日僕の友達がですね、まあ昨日連絡もらって「今日最後ちゃうか」言うんでねで、えー、ちょっと船に乗ってみるわってね僕の代わりにね、えー、それを映像を送ってきてくれたんですね。うん、えー、っとまあ あのこれがブルーラインというフェリーなんですね、ここ小豆島から高松に向かっているところだと思います。で、これ、今、多分このスピーカーが映っているということは曲が流れていると思います、あのギター一本でね、つまびいているわけですよ。うんえー、僕は子どもの頃にですね、小学校の時かな、あ。のー ノーマー小学校っていうところの音楽部が入ってましたね。その時によくなんかこう慶応会とかそういうねなんか今言マラソン大会とかねそういうよあの,のイベントの時とかね演奏しするわけですよ楽団でね。その時にこの二十四の瞳という曲がですねなんか古い曲なんですけどねでそれをなんか 僕はまあ当時あの声高かったんでえねえ歌担当やったわけですよ。でまあそれをずっと子供の頃歌ってましたねでまあ何十年か前にでたまたま帰省した時にですね僕が祖母がまだあね家にいてまして当時ねちょっと久しぶりにちょっと歌ってみということで,でそれでね喜んでくれてね うんだからこううちのばあさんから見たらね三十過ぎた当時の僕でもやっぱり孫なわけじゃないですかでそう喜んでくれてずっとあのなんですかあの聞いてくれたかなでまあだけどまああの僕が いなくてもその、まあ、ラジカス CG ラジカスよねあるんやけどその CG ラジカスの書き方ももう分かんないので,、うんでまああのー、<laughs> 結局ねあれですけど、まあ、いろんな人になんかどっか行った時に書けてもらったららしくてね。で,、えー、でまあ,あと ずっとねあの地元のっていうかほんま地,地元ってほんまちっちゃいのよ <laughs> ちっちゃな地元やけどそこでね、えー、その穏健が独人歩きをしてくれてたみたいででまあ,あのこうやって、えー、船でね、えー、今こうかかってるわけでしょでそれもね今思えたらちょうどね3年前になるかな じょのこの3月の末ですよ、小豆島に僕はまあ実家にね、あの地元に帰って、信州祭りって言ってね、あの森国酒造さんというね、あの日本酒の、小豆島で唯一のです、ね、酒蔵がありまして、そこで信州祭りがあってですね、その信州祭りで、えー、ちょっと歌いに戻ったわけですよ、あの誘われてね。で、そ,それが終わったその時にあに見に来てくれた方がですね、この、 え船のね、えー、あのであのお仕事をされてる方やってて、ね、であの子誰ってことになってで、まああのー、そっからその夏にですね、えー、2年前からもうほんと二2年前や夏に納涼、えーまあの納涼祭かなあの花火大会が高松でやってその時間がちょうどフェリーが動くとこやったんでねその時それをその時に、えー ライブやったわけただねその日はね花火が上がらなかったよねあの台風が来ててだから強風の中で、えーまあ、船自体はねあの別に運休じゃないんでその強風の中でこの二重の瞳を <laughs> 演奏しましたね、うん、だけどまあすごくいい思い出になったかなと思います、うん、それがあってその時にまあ僕の同級生がですねここういういの ね、こういう担当をされしてたんでね、うん、で声をかけてくれて実はこういう、えー、こういうことあのーまあ、その時はまあ3月って言ってなかったけど心臓生になった時になるんやけどおなんかあライブのねやらしてもらってその時の名残っていうかあその時はすごい思い出が残ってたみたいでね、うん、で、えー、ずっとね さっっきの音源を、ね、<laughs> ずっとこうかけこう自分の中で、えー、ねもうなんか地元のために何にもできなかったんでねちょっとその辺がずっと心残りやったんですけどもほんの少しでもねこういうふうに、えー、なんか力になれたかな力になれたっていうかそんなんじゃないんやけどおなんかこう。 あの役に立てたんかなと思って少しでもね、うん、でまあ僕のねもうお親戚とか自分の母親とかもね、えー、船乗ってねこうまあ全然会えないじゃないですかこの特にこういう,うなもう僕も大阪に住んでるからちょっと聞いてことあるし <laughs> まあまあ業務のやることもいろいろあるんでねあのほとんど移動っていうのはもうここ1年以上ですかしてないんですけどもでまあ あのー、まあそういうのもあってだけどもこう船乗った時に、えー、会いたいような気持ちになるんかなあの <laughs>、うんまあ、声も聞けるしんでね何か懐かしいわとかね、うん、まあなんかちょっとそういう,う話のなんかこうなんか話題のね少しほんの少しですけどもねなんかそういうのに、えー、役に立てたかなと思いますし、えー、なんかねこれからもですねなんかこう 新しいいスタートをですね、えー、切ってもらいたいと思いますし、まあこういうもろもろのことがねそうだが我々ですね僕もお一回はねもう今年中には一回ねちょっとあのえー、なんかチャンスを見てですね、えー、小島にねこそっとそ,そっと帰ってみたいなと思いますけどねまあそんな感じで今日はえーね、最強勧誘日ということでね えー、なんかそういう配信をさせていただきました。なんかね、えー、新しく始めたりするにはね、えー、最高の、まあ、季節もそうですしね、いいと思います。でまたあ、ねえー、不定期になると思いますけども、またこう、お会いできたらなと思います。ありがとうございます。ボビーでした。じゃあね。バイ。そうそうね。ね、えー、そうやせんこれね、えー、もしね、えー、グラバーされてる方がいたら、 あーぜひね見つけてください。それではまた。